これは11月26日の官民対話の時に、安倍総理にもお見せしたものでございますが、もうこれはもう先生方十分ご存知のことでありました。需要曲線というものはこのように山なりのカーブ を示すわけでございます。まあ、当然ながら、それのピークのところを支えるための設備、発電設備、それから送配電設備といったものが必要になってまいります。でこれまでは、安定供給体制という意味合いにおいては発電送電側から調整を、特に発電側で調整をすると、サプライサイドで調整していたわけでございますけれども、今後は IoT を活用して、需要側からそれができないかということでございます。蓄電池 EV メガワット取引、あるいは申し上げましたように IoT による機器制御という形で、需要曲線をこのように限りなくフラットに、平坦に作り上げることがもしもできましたならば、発電設備、送電設備が、それほど過剰にはいらなくなると。でもちろん国民生活あるいはビジネス産業において必要とするエネルギーはキロワットアワーでございますので、時間軸との間の面積、この点については透析変換、ピークカット、ピークシフトによって同じエネルギーを国民生活あるいは産業に対しては供給するというところは確保していくということでございます。私どもとしてはこれをスマート電力システムというふうに呼ばせていただいて、このような新しい電力システムの構築に少し貢献をさせていただきたいというふうに思っておるわけでございます。またプリントに戻りまして、次のページご覧いただければと思います。その上で少しお願いを、実は今日、まあ、先生方にも差し上げるわけでありますが、11月26日には、安倍総理をはじめとした経済閣僚の先生方にお願いをした内容をそのまま繰り返して、させていただきます。ネガット取引に代表されるデマンドレスポンスというところにおいて、まあ、当然ながらネガワット取引市場というものがまだ創設されておりませんので、ぜひとも早い時期にこの創設をお願いしたいということでございます。まあ、当然ながらキロワットアワーというところが今ユーザー側が支払う対象としてのエネルギー単位でございますので、キロワットアワー市場というところが取っかかりになるわけではありますけれども、当然ながら容量という意味合いでの待機ということを概念じていただける方々に対して、それに対する応分の対価を支払うという意味合いにおいて、キロワットといったものも取引できる容量市場といったものの創設もぜひご検討いただきたいというふうに思っております。走らせていただいて次の項目に移りますが、分散化電源という再エネと絡むところで、地産地消というあたりのところも弊社お手伝いをさせていただいているわけですが、現在の託送料金というのがすべて距離にかかわらず一律という形になっておりますので、スマートコミュニティあるいは近隣で融通し合うといった場合の託送料金については別建ての料金体系といったものをぜひ導入していただきたいということであります。3つ目のポイントといたしましては、送配電事業者の方々の中には積極的にこのような VPP という方向性について前向きにお取り組みいただいている方々もいらっしゃるわけではありますが、ややもすればどうしても、新しい VPP といったものが系統とつながってくるということに関して、後ろ向きとまでは申し上げませんけど、なかなか概念じていただけないというところもございますので、ぜひその方向についての、推進の、ご支援をお願いしたいというふうに思います。次のページお願いします。で
私ども微力ではありますが、ぜひともその2020年の東京オリンピックというところで諸外国からお客様いらっしゃるわけでありますけれども、あの8月というたまたま、の真夏の、時期に行われる、東京オリンピックで、海外から来られたお客様に対して日本の需要曲線が限りなく真っ平らに近づいているということをお見せすることが日本の電力システムの先進性ということを明らかに示す方策であるというふうに思っております。これをぜひともオールジャパンの力を結集して構築し、そのことをもってスマート電力インフラといったものを発展途上国引き続き電力システムの整備を必要としている国々に対して積極的な輸出を心がける、目指す、まあ、そのことによって政府として目標と掲げているというふうに心得ておりますけれども、600兆円といった GDP 目標に何かしかの貢献ができる、そのような方向性に対して弊社としても微力ながら一部貢献したいというふうに思っておるわけでございます。まあ、これに対しては決して民間側からひたすらお願いするということだけでなく、産学官連携によるオールジャパン、エネルギーのリソースのアグリゲーションビジネスの推進という形で、経済産業省あるいはすでにフォーラムが立ち上がりつつあるわけでございますけれども、そういった力を結集して実現のに向けて努力していきたいというふうに思いますので、先生方のご理解とご支援をお願いして私の話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは以上の事務局と村上社長の説明に対してご意見ご質問をお願いしたいと思いますが、ご発言される方はネームプレートをお立ていただきたいと思います。まず村上社長のプレゼンに対するそのご意見ご質問ありましたら先にお受けしたいと思います。佐久田さんどうぞ。佐久田すいません、今の、エナリスのご説明ありがとうございます。こういうビジネスモデルを具体的に現実にやり始めておられるという非常に状況が分かりまして、大変勇気をいただきました。ありがとうございます。それで状況をもう少し伺いたいことが一点あります。で、実はこういうスマートシステムのモデル的な施設をいくつか視察をさせていただいたことがあるんですが、例えば普通のシステムから 55% マイナスとか 75% マイナスというような非常に先進的に効果を上げているところとですね、予定した方と入居している方のエネルギーの使い方が全く別でですね、せっかくのシステム全く活用できてないというモデル的な住宅とですね、非常にあるんですね。で、そういうやはり不動産とかですね、地域開発とか自治体とかですね、そういうものともう本当に一緒になった開発みたいなのをしていかないと定着しないんではないかという印象を実は強く持ちました。今そういうですね、その産学官連携によるという最後にこうビジネス創出のそういう、 こう勉強の場がスタートしたという話がありますが、今どのくらいのその輪ができているのか、課題をどう考えておられるのか、もうちょっとお話しいただければありがたいなと思いました。はい、ありがとうございます。私ども直近のところで報じられていることで先生方もご存知かと思いますけれども、神奈川県の黒岩知事はじめとした県のご支援を頂戴しまして、湘南地区に地域のエネルギー会社湘南電力というものを、地域のサッカーチームのご支援も少しいただきながらですね、設立をいたしました。で、神奈川県の再生可能エネルギーと、それから地域のバイオマスその他の発電といったものを中心として神奈川県民に対してそのようなものを
供給していくと、もちろん最初は高圧というところからでございますので、B2B ビジネスをおやりになっている事業者の方々に、供給を開始させていただいているわけでございますけれども、4月1日から低圧ということになりますので、当然ながらビジネスの小ぶりの事業者さん、あるいはまだ最終的には決定をしておりませんが、小売事業の認可も頂戴する方向で、サポーターの方々の一般家庭に対してもそれを供給していきたいというふうに思っております。今のご質問にありましたように、4月1日からの電力システム改革全面自由化というところで、ややもすれば一般家庭に織り込み広告の形で宣伝が始まっているのは、安いでのただひたすら安い電気が手に入りますよというポイントばっかりが強調されておりまして、そうではなくして、これによって日本の電力システムが大きく変わるんだとか、あるいは再生可能エネルギーといった形で CO2 の削減につながるような方向性も出てきているんだといったふうなことがですね、あまり語られてないと。でさらに言うと、そのネガワット取引という意味合いのところで言うと、節電の部分をあたかも発電したかのように買い取るという経済合理性に基づく形での節電なんですね。節電要請で、なるほど、正規省から減りましたね だけではなくてですね、減っただけではなく、その節電部分を発電という形で買い戻してインセンティブをさらに積み上げという形のご理解とか、このあたりのところは、事業者さんも含めて、さらには一般家庭に対して、まだまだ先生ご指摘のようにですね、十分訴え切れてないというふうに考えてはおりますが、弊社としては例えば神奈川県あるいは湘南地域といったコミュニティと密着した形で事業も展開させていただいております。それではプレートの年プレート上がってます、伊藤さんと厚見さん、柏木さん、3人ご意見いただいて、一括して村上社長の方からご回答いただきたいと思います。伊藤さん、ありがとうございます。はい、大変こう今ニーズに向けてのこういう新たな取り組みが、そういう発想は素晴らしいと思います。でちょっと私も勉強不足なんですが、その御社のこういったこう仕組みに対してのコンペティターはいらっしゃるのかという質問と、あともしもこれがうまくいかない場合の、そのうまくいかない要因というのはどこにあるのか、この2点だけ教えてください。はい、それでは辰巳さん。はい、ありがとうございます。とてもいい取り組みだというふうに思っているんですけれども、なかなか単語が難しいですね、ネガワット取引とかね、なんか分かるようにもうちょっと説明していただきたいと思ってはいるんですけれども、すみません、20年のオリンピックを目指して、限りなくまっ平らな需要曲線に近づけたいというお話で、その折のご説明でちょっと私が受けた印象は、キロワットアワーの面積を等しくしたいというお話だったように受け取ったんですけれども、それをもっと下げよう、高さをもっと下げようと、だからまっ平らはまっ平らだけれども、節電というのに量的にね下げるっていう、そういう発想がないんでしょうかね。で、あるいはこういう取り組みをすれば埋め合わすだけの、高さが変わるだけじゃなくって、全体にもっと省エネにつながるんだというふうな、なんかことがご説明いただけると嬉しかったというふうに思ったんですけれども、もしそれがあるなら教えていただきたい、そういう意味です。では柏木さん。今東京電力の管内で、今まで電力の場合には需要ありきで電源に一致してきましたから、たった 1% しか動かない電源が 7.5% あると、これはやっぱ不自然な姿で、ですからある意味では今まで大規模大型の電源が一番安く安定的に供給できると、で電気事業法で守られてましたので、総括原価だったから、これができたと。でこれが自由化になると必然的にそういうものは生き残れなくなるだろうと私は思ってまして、その結果としてもう需要ありきの時代から需要までコントロールすると。ただ需要までコントロールするってことは、大規模からある一定の規模が分散型の中に入ってきて、これは太陽光だとか風力だとか、コジネだとか、
で需要がフラットになるっていうのは、需要はまあ我々暮らしていればある程度ピーク出るわけですから、ある意味ではその分散型で効率のいいもの、あるいは再生可能エネルギーがうまくこのデマンドサイドのデジタル革命の中でこのピークに相当するものをやはり何らかの形できめ細かな制御を行って賄うと、よって上位系の電力、大規模の電力はある程度今までよりは少なくなってきて、で上から見るとあまりピークを出さないようなことになると、よってその大規模の電源はあの稼働率が上がるし、まあ、大規模のサイドから見ればあたかも需要がフラットになったように見えると。もちろんそのピックアップすることはもちろん大事で、夜間の電力で蓄電して蓄電しながらそれを昼間のピークに対応に使っていくということになるわけですので、決して省エネにはならないんですよね。ですからそういう意味ではあのそこら辺がそのあの需要サイドの革命が、改革がある意味ではその上位系から見たこの大規模の電源からするとあたかもその、 あの稼働率が上がって あまりピークをその自分たちのその電源から与えないで済むような形にする、それが、まあ、デマンドサイド、あのデマンドレスポンスという形にもなると思いますので、ちょっとあの図がですね、少しこうずあのそこら辺もう少し正確におっしゃってる、はい、村上さんですから大変な方なんで、あの正確におっしゃっていただいた方がいい。でそれと同時にそれをそういうことするためには、今最後におっしゃっていただいた分散型電源に対する託送量、これ託送量どこから持ってくればね、これはだからピークに対応でも大きな話語りませんでしたが、デマンドサイドにあれば別にそのあの内部で送配電にあまり影響を及ぼさないで済むので、まあ需要地密着型の電源に関しては、まあ、太陽光フィディングタリフっていうのは、まあ、ある意味では優遇されてますけれども、例えばコジェネレーターだとかそういうものに関しては、まあ、需要地密着型ですから熱も使えるし、まあ、託送量のまあ、ある程度その合理的な優遇制度っていうのはあってもしかるべきだと、こういうのはそれはもう全く同感なの。ありがとうございます。はい、それでは村上社長の方から今の3人の方々の、はいはい、分かりました、はい、ありがとうございます。コンペで言いますと当然欧米が先に行っておりますので、最近2社ほどもうすでに日本へ上陸を果たしております。で私どもとしては競争は成長の源泉だというふうに思っておりますので大歓迎をしております。で私が11月26日に安倍総理に願わと取引所の創設というお願いをして即答で2017年にはやりますというありがたいご回答をいただいたんで、そのコンペの2社の方からはお礼を言われました。でただその2社の方々は村上さんキロワットアワーのところを強調しすぎてたんで、やっぱり待機してるその容量といったところについても少し機会があったら付け足して、お願いをしてくださいというご要請を頂戴したものですから、今日キロワットの部分についても言及をしたわけでございます。ですからコンペというのは歓迎でありますし、それがたまたまフランスの企業とアメリカの企業なんですけども、よろしいんじゃないかなというふうに思っております。それで伊藤委員のご質問の中にうまくいかない要因としてという点で言いますと、IoT のところでですね、どうしてもその物をインターネットでコントロールするということになると、どうしても日本は安心安全という、まあ、これまでの素晴らしい仕事社会を構築してきましたので、電気機器が、まあ、最初インターネットにつながってくるわけでございますけれども、それのオンオフをインターネット経由でやるということは、まあ、オフはいいけれどもオンというのはいかがなものかというご意見があることは確かなんですね。しかしながらもこの遠隔の電気機器を制御していく、まあ、家庭で例えば使うのは冷蔵庫とかクーラーなんですけども、そういったもののオンオフに関してはですね、
ぜひ規制をせずにやらせていただきたいというふうに思っております。どうしても日本は安心安全ということをまず、もちろんそのインターネットのセキュリティというところはしっかりと確立して、しっかりやっていかないとダメだというのはその通りなんでございますけれども、しかしそうで、その上でその電気機器の遠隔コントロールというところに関してはですね、少し石橋を叩いて渡らないんじゃなくて、勇気を持って渡らせていただきたいというふうに思っております。それから辰巳委員 のご質問、全くその通りでございまして、柏木先生からは逆に助け舟を出していただいたりしておりますけれども、今回私どもがなるほど主張しておるのは省エネというよりはですね、サプライサイドからのコントロールに対してデマンドサイドという役割がありうるんだということをひたすら強調しておりますので、面積はどちらかというと透析変換みたいなご説明に終わっておるのはその通りでございます。で、私どもとしてはまずそこにたどり着くということがですね、現在の電力システムをより安定供給、今までのサプライサイドからの安定供給でない形に作り組み変えていくというところでは、とりあえずその点のみを、強調させていただきたいというふうに思っております。もう柏木先生のご質問というよりは私の言葉足らずのところをご説明いただいたような形になっているわけでございますけれども、なるほどですね、一言だけ申し上げたいと思うのは、発電の需要、絵はなるほど、需要って言ったので違うだろうっていう、その通りでございまして、実際に電気機器が動いてるという意味合いでの使ってるのは引き続きビジネスや生活のパターンに即して動いてるんだということなんですね。ですからその発電の必要はなくなったということであって、電気エネルギーそのものは使われていってるんだという点、先生のご指摘の通りでございまして、図が不正確だろうっては全くその通りなんでございますけども、ですから電気が使われているということについては、山なりのカーブがこれは産業あるいは日常生活の自然の形でありますので、それを保障していくという点は絵の裏には隠れているという点はもう先生ご指摘の通りでございます。はい、それではエネルギー革新戦略の方について意見交換をしたいと思います。秋川さん、この資料4の1であります。真ん中および下に書いてあることはすごくいいことがたくさん書いてあると思います。ただこの議論の立て方として、ミックス、エネルギーミックスが前提にあって、それを実現するためにこれをやるって話なんですが、私はこの真ん中から下のことをやっていくとですね、ミックス自体を変えなきゃいけないんじゃないかっていうのが流れの筋じゃないかと思います。例えば再生エネルギーがかなり入ってくる、22から24に向けて入ってきますと、ゴールデンウィークなんか多分ベースロード電源まで調整しなきゃいけなくなると。今のミックスですとベースロード電源が基本的には原発と石炭です。それだと非常に調整が難しいので、むしろそこにはその、ガス帯のエネルギーを取り込んだ方がいいんじゃないかっていうような話も出てくる。しかもミックスの数字決めた時に比べまして、原油価格下がって、あの時使った IOE の2014年のエネルギーアウトロックも15年になってだいぶ変わってきて、その後もさらに変わっているような状況でありますので、この真ん中のいいことをやろうとすると、やっぱり上をちょっと変えていかなきゃいけないんじゃないかというのが筋じゃないか。
で坂根座長、非常に異論に対してもちゃんとフェアに取り上げていただいて非常にアプリシエートいたします。ただ先ほど言われた点、私ちょっと原則原理的にちょっと違うなと思うのは、産業委員会で規制委員会ができたわけですから、原子力安全規制と原子エネルギー政策は切り分けて、それぞれがお互いにそのベストと思う政策を作るっていうんでぶつけ合うって話だと思うので、私はそこは我々はそのちゃんと原子力のリプレイスの話はやっぱり議論すべきなのではないかと、こういうふうに思ってます。で日下部長官就任されてからすぐにでも言われたと思うんですけども、14年に基本計画決めてますから、もう来年で3年経つわけですね。でそもそもその基本計画とミックスっていうのは、今回はちょっとずれちゃったっていうのはどちらかというと異例の話ですので、決してその反対のための反対してるんじゃなくて、前向きにリプレースの話だとか LNG をベース電源に入れることだとか水素のことだとか議論しなければいけないことたくさんあると思いますので、早めにその基本計画とミックスの新しいものをもう想定に入れた議論に入った方がいいのではないかというのが私の意見であります。中上さん。ありがとうございます。先ほどの村上さんになってちょっと私のちょっとコメントを述べさせていただきますけど、バーチャルパワープラントの話はドイツの方からご相談を受けたのは10年ぐらい前だったんですけども、その頃にはまだ日本でもそのデジタル化であるとか、それからスマートメーターだとか、そういう需要側の計測装置とかそういったものがきちっとしておりませんし、まさにその自由化されておりませんので、とても外から入ってきてバーチャルパワープラントはないよという話をした覚えがあるんですけども、その時にお伺いしましたら、家庭レベルでの例えば日本でも普及がもう非常に進んで、これから500万台を目指すという NFRM なんかは、まあ、ほとんど遊んでるわけですね。で発電所を作っているけどほとんど遊んでるわけですから、それをできるだけ動かしてですね、ユーザーにも電気代としてこう還元してあげればいいじゃないかと、だからこういうのは意味があるんだよと言われて非常に印象に残っておりまして、そういう意味ではやっとそういう時代がきっかかったのかなと、しかしこれをアジャストしていくというのは相当なノウハウが必要だろうなと思いますので、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それから省エネルギーでありますけども、本来とは今日の議論とあまり関係がないかもしれませんけど、まもなく自由化が始まるわけでありますけれども、おのおの新規参入の方々が口を揃えて安くしますポイントを出しますというんですから、省エネルギー委員長としてはですね、これはエネルギーが増えるんじゃないかと大変心配しておりまして、だからどうこうしろというわけじゃないんですけども、ぜひともそういう意味では新規参入の方々、村上さんのところもそうかもしれませんが、いやこうやったら省エネができますよとかですね、こういう形でもっとエネルギーの有効の利用の仕方を、サービスしますよって、そういうサービスが出てこないかなと思ってますので、この辺もぜひよろしくお願いしたいと思います。それから古社のから、業界単位だとかチェーン単位で省エネを進めていくって非常に結構なことだと思うんですけども、別途ご案内のように、低炭素社会実行計画だとか自主行動計画で、これ20年ぐらいの歴史がございまして、業界を集めてですね、延々とそのチェックしながらその次の目標を立てていくってことは積み重なってきてますので、ああいうところとうまくですねタイアップして、私は両方出てますんで省エネの方にはフィードバックいたしますけれども、ぜひですねああいう活動があると、私の経験からいきますと、最初は非常にエネルギー多消費の方々が中心だったんですけども、その同じグループの中に桁が2桁か3桁が違うような方も一緒になってですね議論される、それは省エネ量としてはもう圧倒的に違うわけですけども、考え方といいますか、その思想といいますか、そういうものが共通化してくるんですね。それ非常に大きな影響を持つと思いますので、できればそういうものをうまく活用してですね、さっきおっしゃったような方向に進めていかれればいいんじゃないかと思います。ですから今後誰が省エネをリードしていくかということは非常にお役所としても大変だと思いますけれども、新規の参入なさる方もですねぜひそういう観点からやっていただきたいという意味で、今日せっかく村上さんのご名前をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは辰巳さん、西川さん、佐喜多さんの順番でお願いします。はい、ありがとうございます。資料4の1は非常に分かりやすい、全体をこう俯瞰できるものだというふうに思っております。
が、やっぱりまあ、経産省がお作りになっている資料で、この私がどこにどういうふうに参画できるのかとかですね、関連するのかというのはなかなか分かりにくいなというふうに思っておりまして、まあ、先ほどもそんなことをちらっと申し上げたのは、出てくるいろんな絵の中で国民がどういうふうに関わるのかなというのがちょっとよく分からなかったから、先ほどの質問も差し上げたんですけれども、でこれの場合もまさにですね、これだけ見てるとなかなかちょっと分かりにくいんですけれども、電力システムの改革で自由化されて小口までですね、自由化されるということがまさにそのエネルギー の将来のミックスなり何なりを決めるところに私たちが主体的に参画できるチャンスなんだというふうに思っておりましてですね、だから私たちが選択する電力会社小売事業者によって、大きく将来的にはそのミックスも変えられるんじゃなかろうか、結果的にですけれどもね、というふうに思っておりましてですね、でところがなかなかそれは私が思っているだけかもしれないんですけれども、やっぱりその自由化の意味はやっぱりそういうふうに私たちもそういう政策に参画できるんだと、そのつながりをもう少し分かるように、私は頼まれればそういう話はよくしてはおりますけれども、一般的にはもう先ほど中上さんがおっしゃったように、もうまさに安いですよ今までのあれと比べてという表現でしか候補してくださらないから、せっかく選べるようになって何がいいんだっていう話で、まあ、安くなるのは悪くはないんですけれども、やっぱりぜひそういうところら辺をうまく、まあ、今後の自由かなお話の中でもやっていっていただきたいと。でそのためにはですね、その制度の設計のところで何度も申し上げて、結果的に、まあ、今回もちょっとダメになったんですけれども、やっぱり私たちが電気の発電源もねきちんと知って選ぶことで今申し上げたことにつながるわけで、価格だけで売られておれば何で発電していいようが安きゃいいっていう発想になってしまうわけで、ですからやっぱりぜひですね、こちらからもですね、発電源をちゃんと知らせて消費者に選択してもらえるように、進めていけるようなそういう政策を取っていただきたいなというふうに思っております。でもちろん望ましいってなってますから、発電源を書くのはね。で確かに私もいくつかアタックしたら電源をちゃんと言ってくださるところもあるんですけれども、まだまだ完璧じゃないというふうに思っております。でだからそれであとですね、その電源の話もそうなんですけれども、低炭素な市場にという話の中で、やっぱり CO2 の排出ケースの開示もですね、ぜひちゃんとやっていっていただきたいということで、これも望ましいですから選びようがなくて、きちんとやっていただきたい。でそれでですね、問題はその CO2 の排出ケースだけが書かれることになって、書くのが望ましいだけで放射性廃棄物のことは書かなくていいというか、全然触れられずに結局済んでいるわけなんですけれども、これもぜひちゃんと並列でですね、 CO2 の排出量と放射性廃棄物発出量の放射性廃棄物の排出量の併記でですね、必ずやっていていただくというのは、これはもう欧米アメリカ全て共通なもので、ぜひ日本でも遅れを取らないでそういう方向にやっていていただきたいなというふうに思っております。以上です。はい、それでは西川さん、佐喜多さん、柏木さん、山名さんの順番なんですが、予定した時間が結構近づいておりますので、はい、簡単にお願いしたら。今日はあまり原子力の話題は出ておりませんけれども、年末に福井県は高浜3、4号機の再稼働の了解をし、今高浜3号機は稼働、本格稼働、4号機も間もなくということであります。そして今先ほど申し上げました廃炉が2月12日に3期その方針を決めているわけですね。でさらにですね、高浜1、2号、美山3号という40年超の運転の判断がすぐこう継続的に出てくる、それから文書ということになってまして、その原子力エネルギーミックス、それからエネルギー全体にどうするんだ、さっき吉川先生が文書の話ありましたが、そういう全体の方針がこれからもうちょっとはっきりしないとですね、この闇雲に何か廃炉にするだとか、あるいは40年超運転だとか、そんなものを個別に説得力を持って決めるというのに非常に難儀するわけですよね。幸いNHK の世論調査によると、去年の11月頃は
賛成どちらかも言えないがようやく 50% になるかどうかでしたが、この2月今の現在では 57% に今上がってますけれども、これがああいう稼働したから上がったのか何か違う理由なのか、政府が責任を持って必要性重要性をおっしゃったから、あるいは今後の展開に期待しているからかもしれませんが、そういう中でこの原子力あるいはエネルギーの全体をもう少しはっきり並行して出していかないと、この問題上に、まあ、我々といいますか福井県としてもやりにくいですし、日本としてもなんか問題だと思うんですね。それで今日これ拝見しましたら、エネルギーの革新戦略ということで、これは原子力を除く議論という前提だと思いますが、エネルギーの革新といいますとエネルギー全体ですから、これは省エネあるいは再生エネルギーの革新ということであれば、そういう表題で全体のつながりを明瞭にしなければのか、何を論じているのかよく分かりませんので、その辺の全体を並行してなんか行くんだったら行くというようなことと個別の議論であるということの明瞭化等々、今大事な局面かと思いますので申し上げます。はい、それでは佐久田さん。ありがとうございます。私この資料の4の1が目指しているものっていうのは、いわゆる電力に関わる事業者さんだけではなく、日本の国民であったり事業者さんであったり、あるいは地域であったり全体に関わる話なんだという、非常に大きな変革を作ろうとしている話だというふうに感じています。でその視点の大きさというのがですね、社会にちゃんと伝わっていくというのが大事だと思うんですけれども、そこのところをですね、情報発信にしろ、社会をどう巻き込むかにしろ、大事にしていただければありがたいなというふうに思っています。でなぜそういうのかを簡単に申し上げると、その一番左の徹底した省エネというところは、地球温暖化対策 その事業者部門のところがですね、一番減り方が弱いというあたりの課題解決の一番ところが出ているわけで、中小事業者さんや住宅建物とかですね、運輸とか、この辺本当に地域でですね、やはり一番、取り組んでいただくのに、ビジネス感覚を強めないとなかなか取り組んでいただけないというところですので、そこにしっかりと視点を入れるということ自体、政策の方向性としてはもう大賛成というか、ここが重要ですので、しっかりやっていっていただきたいというふうに思っています。でその次の省エネの拡大のところなんですけれども、この、今後ですね、電気事業者さんが、新しい事業者さんが増えてきてですね、やはり電気を扱うという社会のこう公平、非常に公的な面も持っている事業者さんとして、やはりきちんと育っていただきたいということを念頭に、かなりですね、報告制度なども入れていますので、そこのところのチェックをしっかりとやっていくというのが大事だと思いますし、その右側 の電力分野の新規参入の方の自主的取り組みとかですね、新しい省エネ法とか、本当に意欲的に取り組んで検討してきた内容だと思うんですが、こういうところがうまくいくためにですね、かなりしっかりとチェックをしながら PDCA を回していくっていう現実はとても大変だと思うんですね。でそういうことをきちんとやっていただくっていうのも大事ですし、そういう意味で先ほどは作る側と使う側との連携という話がありましたが、それだけではなく、作る人も大規模事業者さんから新規の方まで全部だし、その影響力というのは地域の地熱とかバイオマスとか、そういうことまで考えれば日本創生とかですね、そういう話に全部つながってくるという、非常に影響力の大きいところの話なんだということを、みんなで書いておられる皆さんはもう重々分かってやっておられると思いますが、それがちゃんと社会と共有できるように、きちんとこの大きな変革の時期をみんなで作っていくんだという、何かそういう盛り上げの中でこれを実際にやっていくってことが大事なんではないかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、それでは柏木さん。この間の基本計画 3E プラス S っていうのはもちろん E に入って理念に入ってると思います。もう2つ入れたんですよね。あの時日本 そのエネルギー産業が経済成長 の要になると。もう一つが国内はそんなやっぱ低炭素つってるわけですから、パイがでかくなるわけないんで、できるだけこういうその新たな革新エネルギーの革新計画を持って国際的展開を図ると。ですから、まあ、国内のガサンパーモデルで出ていくとか、
でこれ見るとそこら辺だけはちょっと抜けてて、まあ、2020年までっていうことなんだろうと思いますから非常に分かりやすいんですけれども、ただこの 4.2 の方には最後のページにエネルギー産業海外展開というのが書いてあるんですね。ですから、まあ、あのできる限りやはりこの一枚物でこれ一枚物がバッと歩くことが多いんで、あのこの基本計画の視点の2つプラス2つの、まあ、できれば国際展開を1つ入れていただければいいかなというコメントです。はい、それでは最後に山田さん。はい、ありがとうございます。まずですね、この革新戦略は省エネと再エネに着目したものであると理解しておりますが、先ほど知事もおっしゃったように、そもそも全体のエネルギーシステムというのは大きな基本があって、それをどう変えていこうかということだと思います。全体の電源系統があり、それに分散電源をどう混ぜていくか、それから大規模発電所とこういう小さな発電装置をどうリンクさせていくか、あるいは非常に安定で安価なベースロードを基本にして、その上でどうこういったものを入れていくかという全体像がですね、一番大事だと思います。そういう意味で今日のお話だけを聞くと、その省エネ再エネ分散電源だけでなんか全てが変わるようなイメージをどうしても受けてしまうんだけど、決してそうではない。やはり従来の骨格を作っていた基盤となる土台となる部分をどう変えていって、それとこれをどう合わせるかっていうのが大事だと思うんですね。ですからこれによってじゃあ系統の側がどう変わっていくのか、何が求められるかということもやはり同時に必要でありますし、そういう意味で、全体に対する視野というのはやはり大事だということを申し上げたいと思います。からもう一つがマイルストーンです。と言いますのは、この計画を進めていくときにさまざまなものの時定数が違うわけです。で結構早く入っていくものもあれば、例えば住宅や自動車のようにある時間が必要なもの、それからこの分散電源の入り方によって大規模電源や系統の方もある変化を受けていくわけですが、そのためには非常になんていうのかな、リードタイムが必要っていうか、長期のビジョンがないと大きな投資ができないということになりますから、そのさっきの屋台骨の土台の方が事業として非常に見通せないものになっていく。そういう意味では何がどう時間的に絡んで、どの時点でどうなっていくかという時間計画をですね、ある程度はっきりさせていかないといけないんじゃないでしょうか。特に先ほどお聞きした再エネの再エネフィットの特措法の話ですと、1年に何キロワットずつこう入札に出すわけですよね。そういうふうに理解したんですが、今年は500万キロワット、来年は600万キロワット、こう多分入札をかける太陽光の大規模なものにされると思うんですが、その電源を入れていくペースをどういうふうにアレンジしていくかというようなことも、先ほどの時定数と非常に絡んでくると思うんですね。現実に今世界のエネルギー情勢もかなり変わっているし、さっき言った大規模電源が老朽化して消えていくとか、あるいは新しいものが必要だという非常に難しい事業判断が必要な中で、そういうものをどう入れていくかというのは時間調整というのは極めて大事、こう思います。これがしかも国交省や運輸省まで広がっていくわけでありますから、この全体的な時間的なマネジメント、これが非常に強く求められると思いますので、そこはぜひよろしくお願いします。以上です。増田さんは発言されてもよろしいですか。時間が来ております。それでは事務局の方からまずコメントできるところを、はい、いろいろご指摘ありがとうございます。それで、全体の位置づけ、この革新戦略何たるやというところの、ご指摘が多かったように思いますので、まずスタートしているところが14年に作ったエネルギー基本計画であり、
それから昨年夏に策定したエネルギーミックスであるということは紛れもない事実でありまして、その中において同時に我々これまで電力ガスのエネルギーのシステム改革ということにも取り組んできたわけでありますが、今そういった基本計画ミックスということを土台として新しく動かしていかなきゃいけないところはどこかといったところで、まさにご指摘のように省エネ再エネを中核としてもう一度ストーリーをしっかり打ち立てるという部分がこれまでのいろいろな取り組みの中で欠けていたのではないかという思いで改めてこういった戦略をまとめたということでございます。でこれを突き詰めていくともう一回基本計画とか、ミックスの見直しにつながるんじゃないかというご指摘ございました。誠にごもっともではないかと思っておりまして、ある意味、私の思いとしてはこれは14年の基本計画それから昨年のミックスを受けた作業ではあるけれども、次のラウンドの基本計画ミックスに向けた前哨戦の作業の第一歩であるというふうにも理解をしているところでありまして、まさに菊川先生ご指摘の通りではないかというふうに思っております。それからあと中上先生から省エネに関してご指摘いただきました。で特に自由化が進む中で、使え使え安いぞというばかりではいいのかというご議論ございます。事業者の中にはそういった省エネのサービスとかエネルギーコンサルティングとセットで、やられているという事業者の方もいらっしゃるというふうに認識しておりますが、我々としてはやはりさっきのこのエネルギー政策のパラダイムシフトというところでエネルギー供給事業者の方も巻き込んだ形でこの省エネというのをどう進めていくのかと大きなポイントだと思いますので、それは心がけていきたいと思っております。また自主行動計画これまでの積み重ねというところは大変重要なポイントだと思いますので、ここもしっかり心がけていきたいというふうに思っております。それから佐喜多委員から社会にきちっとこの重要性なりですね意義を伝えていく必要がある、またPDCA もしっかり回していかなきゃいけない、これも誠にごもっともでございます。また山田先生から最後にいただいたご指摘ものマイルストーンをはっきりさせろということで今日ご紹介しませんでしたが資料4の2の後ろには一応選票らしきものがついてまして、実はすいませんまだそんなに精度が高くないもので今日ご紹介に至らなかったんですけれども、そういったいつまでにどういったアクションを取っていくのか、どういうことをいつまでにやろうとしているのかということについてはこれ最終的な取りまとめに向けて、さらに作業を、していきたいというふうに思っております。それから柏木先生から国際展開というのがないのは寂しいねというお話ございました。その意識は持っておりまして A3 の一枚紙でも例えばちょろっと内外に広く展開とかですね世界最先端のとかですねそこごこに見え隠れはしてるんですけどもすいません資料のまとめ方もうちょっと確かにおっしゃるように国内だけ見ていてもシュリンクしていくということだと思いますので、そういった視点も持ってるということはもう少し明快にしていけたらというふうに思っているところでございます。とりあえず私の方からは、はい、じゃあ、私の方から何点か追加的にコメントさせていただきます。辰巳委員からお話がありました。これ別の場所でもかなり何度も議論させていただいているところであります。まず1点消費者の選択とこういうこと、それからその政策変更への関与、こうしたものがその自由化の中で大きな変化として出てくるのではないかといった点は、これはご指摘のとおりだと思います。で、その意味でも消費者の方々にもこう決められたものをから選ぶというわけではなくて、消費者のニーズ、そうしたものをしっかりとこう訴えていきながら、事業者のそのサービスが変わっていくと、そうした新しいその市場が生まれてくるということを強く期待しますし、そのための情報提供といったものに政府としても環境を整えなきゃいけないということはもうそのように取り組んでいきたいと思います。でご指摘がございました電源構成でありますとか CO2 の排出係数、これは情報開示というものは望ましい行為であるということをさせていただいたのはご指摘のとおりでありますが、他方でその放射性廃棄物の量といったものについては、これは今電力基本政策小委員会の方でまた議論させていただいております。まだ結論が完全に出たわけではないのかと思いますけれども、小売りの電気事業者の方が自ら保有する情報と他から取ってこなければいけない情報に今おのずと違いがあるのではないかといったような議論がなされているということだけ紹介をさせていただきたいと思います。それから西川委員、それから山名委員からのご指摘共通する部分として、この先ほど省エネ支援部長の方からもお答えありましたけれども、これ以外に関わる分、
従来の屋台の漏れの部分、あるいはその原子力の部分どうなっているのかと、これは引き続きしっかりと我々エネルギー基本計画、あるいはさまざまな定められた方針に従ってきちんと国民に対しても説明をし、それから先田委員のお話がありましたけれども、社会との共有ということも大事にしながらやっていきたいと思います。その中で先田委員の方から今後のさまざまな取り組みで PDCA サイクルをしっかり回してというご指摘もありました。私ども省エネ法、高度化法等々やっていく中で、そうしたご指摘にもしっかりと配慮しながら、今回のものは新しい新規参入する事業者も全て対象になってくる、まあ、ある意味で、大いなる未知の領域に出ていく部分がございます。行政としても、チャレンジングな部分ございますけれども、ご指摘を踏まえてしっかりとした PDCA サイクルに取り組んでいきたいと思います。以上です。すみません、事務局の責任者として今日のご議論を踏まえた上でちょっとコメントさせていただきます。私自身ですね、実はエネルギーミックスの宿題っていうのは、日本は全てのエネルギー源について可能性を追求すべしと、どのエネルギー源もこの国は捨てることができないと、こういうメッセージをいただいたんだと思っています。その帰結として、すべてのエネルギー源の欠点をとにかく克服する努力をするということに尽きると思っています。いくつか挙げていくと、例えば石炭についてはもう CO2 の問題です。再エネについては不安定性と高コストの問題だと思います。それから石油ガスについては価格の多律性、自分で決められない、かつ海外の非常に政治的に不安定な地域に偏在をしているという議論だと思います。そして最大の問題は原子力であります。原子力の最大の課題は、福島の事故によって社会的な信頼を失ったということにあると私は思っています。だとすると、石炭の話については CO2 を克服し、再エネについてはコストの問題を解決し安定性を確保し、資源についてはなるべく安価でかつ多率的じゃない形での調達を戦略を描き、原子力については社会的な信頼をとにかく回復すると、こういう宿題をいただいたんだと思っています。でその上で、今日事務局最初の方にご説明申し上げましたけど、全体像という話がありました。3つのエリアに分けました。石炭の CO2 の問題と再エネ省エネの問題を分離して議論することはできないと、したがってエネルギー革新という形で束ねて、石炭を石炭だけで解決するんではなくて、市場の整備だとか消費者の選択だとか事業者間の連携の中で解決をしていく、将来的には海外の再生可能エネルギーのポテンシャルを浮かしながら水素という形で入れていく、こうしたトータルな姿の中で再エネあるいは石炭の欠点を補っていくということで仮説を申し上げた次第であります。でそれから資源の世界については、これはおそらくミックスを議論していただいた時よりも大きく環境は変わったと思っています。テクノロジーと政治と金融の狭間の中で資源の供給構造が大きく変わっている、需要構造が大きく変わっているということですので、これは追加をしてまたこの審議会でご議論いただく大きなテーマだと思います。で原子力の問題、今日いくつかご指摘いただきました。文殊の問題、サイクルの問題、バックエンドの問題、それから西川知事はじめとして地元の市長さんたちが再稼働をするときになぜ苦労するのかと、こうしたところに向き合う必要があると思っています。事故対応費用制度の問題、最終処分のプロセスの進め方、それから事業者自身がどうやって自らを改革して安全に貢献していくのか、それから防災の議論、こうしたこと、さらに言えば福島の復興ですね、こうしたところを原子力の社会政策という形で徹底的に議論したいというふうに事務局は考えてございます。でその延長の先にあるのは、機械の方からご指摘があったように、いわゆる国策民営と言われてきた原子力のこの政策制度、事業者との関係、こうした議論の見直しがおそらく来るんだろうなと思っております。ただ今申し上げましたように、石炭とか再エネ省エネの話についてはエネルギー革新という名称で、それから資源戦略につきましては今の国際的な情勢の中での新しい姿、それから原子力についてはまずは原子力の社会政策に集中してご議論させていただきたいということで、一番最初の紙があるとお考えいただければありがたいと思います。エネルギーミックスでいただいた話は、あれが完成形ということよりも事務局に対する大きな付けの問題だと私は考えております。来年からまたエネキの見直し、先ほどご指摘ありました、この議論も始まりますので、エネルギーミックスの議論を進化改善する方向で論点を提示しご議論させていただければありがたいと思っております。以上でございます。はい、
時間がだいぶオーバーしてますが、私も一言2014年度にエネルギー政策基本法ができた後に私この仕事を仰せつかりましてですね、いきなりミックスの方に議論をまとめる方に入っちゃったんですが、私自身は吉川さん何回もご指摘のようにですね、じゃあ30年の原発比率を実現するためには全ての原発が40年でダメならもう成り立たないというもう明らかでして、じゃあ古いものも最新のものも40年なのかということも当然私は疑問になりますし、じゃあ古いものだったらリプレースの方がいいじゃないかという議論も当然私は出るというふうに思いますが、これ3年に1回見直すということになってたんで、私はこの前のミックスを決める段階ではリプレースメントの話をあえて私はさせていただきましたが、今西川委員からも話がありますように、再稼働にあたってもう40年がこう目の前にあるものがいくつもありまして、この辺は規制委員会の人がどういうふうにこう評価されているのか私はよく分かりませんけども、再エネが我々が考えた以上にこれはいけそうだなという確信はまだ今のところ私は出ません。この前詰めた再エネのレベルからそう変わってなくて、ひょっとしたら5年後にはいやいやもう再エネがもっと経済的になるぞというのが見えてくるかもしれません。だからその40年の部分との組み合わせでリプレイスメントの話がいつ頃からこう現実論としてできるのかということについては、私はちょっと先が読めないんですけど、少なくとも3年の見直しというのは来年ですから、もう基本的な話を少し始める時期に来ているのかなとは思います。それから文書について、私も同じ理屈で中性子をぶつけ続けたら半減期が300年までなるという話を、私専門家じゃないですけども聞いて、いやならばそういうチャレンジをすべきだと私個人は思ってますから、段階でうやむやでこう何か収支を打つのは、せっかく技術をこうやってきた話を現用化の方は少なくとも継続がいるんじゃないかと私は個人が思ってまして、まあ、そういった基本的な話もそろそろ来年に向かっているのかなというふうに思っております。それではよろしいですか、準備は。それでは時間をかなりオーバーしておりますので、本日の議論はこれまでにしたいと思います。事務局においては本日の議論を踏まえまして、エネルギー革新戦略の最終的取りまとめを進めていただきたいと思います。これにて閉会とします。長時間にわたりありがとうございました。